中年オタッキーです。明けましておめでとうございます明けましてじゃないですね、平成が令和に変わったわけなんですけども、今日はねちょっとカメラネタ特にないです。期待して待っていた方ごめんなさい。私昭和生まれなんですけども、まあ平成元年からまあ一番ねその人生として美味しい時期をね平成過ごしてきたわけなんですけども、ちょっと平成のカメラ界をちょっとだけ振り返っていこうと思います。はい、平成といえばねやっぱりマニュアルフォーカスからオートフォーカスへ、時代が変わっていくぐらいの時代に、まあ、平成になったわけなんですね。EOS の650か650があれ1986年に出たのかな。まあその前の年ぐらいかな、α7000 とか出たのは、まあマニュアルフォーカスがそのオートフォーカス銀塩写真銀塩のね一眼、オートフォーカスに変わってすぐぐらいに、まあ、平成が始まったわけなんですけども、それからね30年の間にものすごい激変、してきたわけなんで、もう今フィルムの、カメラで新品で売ってるのはもうニコンの F6 と、FM なんだっけ FM20 だっけなんだっけ、そのぐらいしかないのかな。ほとんどねフィルムカメラも新品で売ってないんですね。でデジタルの時代に、まあ、変わっていったわけなんですけども、まあ、以前の動画でも言いましたけど、デジタルカメラのね黎明期っていうのはまあ、コンパクトデジカメから始まったんですけど、まあ、200万画素ぐらい、のコンパクトデジカメが出始めてからねコンパクトデジカメが爆発的に普及して、で廉価版のその、デジタル一眼、っていうのが出始めてから、まあ、一気に普及したわけなんですけども、その前はねニコンの D1 とかが出る前ですか、EOS1N ベースの、デジタル一眼とかもあったんですよ。でそういうのはね確かね EOS1N ベースのそのデジタル一眼ちょっと記憶がむちゃくちゃ曖昧でちょっと間違ってると思うんですけど、1000万画素ぐらいでね1200万円ぐらいしたようなデジタル一眼が最初は出たんですね。でこのアホみたいな金額買えるかアホみたいな感じのやつが出てたんですけど、キャノンで言うたら、D30 とかね 30D じゃないですよ、D30 とかこれ300万画素のねデジタル一眼、とかが出始めてからようやくねまともにそのデジタル時代になっていたわけなんですけども、現在はねミラーレス一眼の、まあ、時代になってきましたね。これねミラーレス一眼になってねその、まあ、喜んでる人は結構いると思うんですね。カメラがコンパクトになったとか、まあ、そういう軽くなったとかそういうのでね。ただね私結構ね危惧しています。何を危惧しているかって言ったらね日本の企業ってねその、まあ、自動車とか家電とかいろいろあるんですけども、まあ、自動車はまだなんとか頑張ってますけど家電は結構ねさんさんたる状態だと思うんですね。まあ、パナソニックにしてもソニーにしても、まあ、シャープはもう、ね、中国の企業に買収されちゃったし、産業なんかもう存在すらないんですよね。なんだっけ中国の白物家電とかいろんなところに買収されてもなくなっちゃった、そんな感じでねもう家電は日本の企業はもうボロボロの状態で自動車もねちょっと怪しいと僕は思ってるんですよ。日本製品がねもう昔からなぜ売れたかって言ったらね安くて壊れない、安くて壊れないから売れたんですよ。で今の現状を見てね自動車とかもねその付加価値をつけて売ろうとしてるんですね。結局安く売ることが難しくなってしまったがために付加価値をつけてその高級にして売ろうと思ってるんですけど、こんな装備いらないよっていうね
装備をたくさんつけて自動車も売ってるんですよね。例えばハイブリッドカーとかがいい例なんですけど、まあそのなんていうんですか、その自動車とか、まあ、自動車もね、多分このままでいけば衰退していくような気がするんですよね。その中国の企業とか今はね、どうしようもない車しか作ってないですけど、いい車を作り出すとその抜かれていくと思うんですね。その安くてシンプルなものが結局ね、なんていうんですか、世間には受け入れられやすいんで、その付加価値をつけてね、高価なものっていうのはね、基本的には売れないんです。で、カメラなんですけど、その今ミラーレスが台頭してきてます。で、ミラーレスをその牽引してきたのは、まあ、ソニーでありパナソニックであり、オリンパスとか、まあ、そうなんですけど、ミラーレスっていうのはね、複雑な構造じゃない分ね、家電メーカーとかそういうそのカメラを作ってないメーカーでも参入しやすいという利点があるんですけど、これがね、中国とかそういう新興国の、カメラ業界への参入をその促進するのではないかと危惧しています。で、現状ね、カメラの値段ってね、ものすごく高いんですよ。ソニーでもそのキヤノンでもニコンでもそうですけど、まあ、ミラーレス一眼なんかもう20万30万するじゃないですか、まあ、ありえない金額だと思うんですよ。本当はありえない金額だと思うんですよ。あんなもん5万6万で作れると思うんです。で、その中国企業とかがそれに目をつけて作り出したらね、価格で太刀打ちできないものを作る可能性が出てきます。例えばその自動車 の, その、リチウムイオン電池なんですけど、最初日本が引っ張ってたんですけど、気がつけばね、中国の BYD っていうメーカーがね、シェアトップになってて、結局ヘッドハンティングとかして技術者をその確保しつつ、さらに、人件費が安いんでね、安く作れると、いいものを安く作れる。で、世界的に見るとそのいいものが安かったらさ、みんな買うんですよ。日本製とかね、そういうのは関係ないですよ。日本人は日本製をひたすら買いますけど、世界中の人にそんなことは関係ないんでね。で、中国とかがその安いミラーレスを作り出すと、で、もうレンズメーカーはすでにあるんですね、中国にね。ヨンノーとかがね、安いレンズで有名ですけど、オートフォーカスでちょっとやかましいオートフォーカスレンズあるんですけど、画質も結構いいんですよ、まあ、そこそこにね、撮れる画質で。で、例えばヨンノーがね、どっか の, ホンハイとか、その辺の家電メーカーとね、組んでね、ミラーレスカメラを出した、安い、例えばソニーの3分の1の値段で、ね、ソニー並みの画質のやつを出したとするじゃないですか。そうしたらね、日本企業は太刀打ちできなくなっていくんですね。で、現状ね、カメラのシェアっていうのは日本製が 99% ぐらい占めてるんです。もう日本の牙城といっても過言じゃないです。で、その令和の時代にね、その牙城がね、崩れていかないかなって僕は心配してるんですね。カメラと自動車は僕は最後の砦だと思ってます。で、自動車はちょっと現状を見る限りは危ないなと思ってます。まあね、価格を見ればわかるんですけど、これね、例えばホンダのステップワゴンとか、まあ、トヨタのボクシーノアとか、今はね、360万のグレードが中心になってると思うんですね。で、それ国内で販売してるやつですよ。で、まあ、乗るようにしたら400万ぐらいになっちゃうんですけど、で、BMW 知ってますよね、皆さん。ドイツのね、高級車メーカー。BMW のね、318っていうグレード、まあ3シリーズ、一番一般的な有名な3シリーズの廉価グレードはね、もう350万円なんです。だからステップワゴンとかノアより安いんですよね。で、まあこれ多分知らない人がたくさんいると思うんですけど、ドイツのメーカーはその日本のメーカーを追い抜くために、壊れない車は安くっていうんで、ものすごい頑張ったわけなんです。で、日本車はその間何をしてかっていうと、安い車は作れないっていうんで高級化を目指したわけなんですよ。でもね、日本の車のね、高級化してもね、すごい中途半端なんですよね。で、結局このまま行けばそのドイツメーカーに負けると思ってるんですよ。で、自動車がもし負けてしまった場合、カメラ、まあカメラ市場ちっちゃいですけど、
まあ、日本のねその画像として一つそのカメラ頑張ってるんですけど、もし中国企業とかに負けてしまったらもう日本どうなるんだろうって思うんですね。でまあ、あの令和の時代ねそのミラーレスがその台頭してきてるっていうので、非常に危惧しております。日本メーカーね頑張ってほしいところですし、その安さではね多分ね中国企業とかにかなわないと思うんで、で対抗するとなると結局ね自動車メーカーみたいに高級化を狙うのかっていう話になっていくんですけど、まあいかに結局はねその世界に受け入れられるためにはいかに安くいかに壊れないいかに手軽なものを作るっていうのがキーポイントになっていく。もうあのもしね僕の動画をその技術者の方が見てくれているならばですね、そこをねちょっと考えてほしい。まあ最近洗濯機でね乾燥して衣類を畳む洗濯機とかなんか出てるみたいですけど、そんなもんで、ね、売れないですよはっきり言って。世界今もうグローバルですからね市場が。貧困国にね衣類を畳む洗濯機なんか誰も注目しませんよ。安くて壊れないものをね世界中の人は待っている。でカメラもそうですし車もそうです。令和の時代にね安くてその壊れないいいものを日本の国でどうやって作っていくかというのを考えてほしいところです。今日の動画はそんな感じです。ちょっとねそのキャノン F1 でスポット速攻の話とか、まあ、知ってたんですけどキャノン F1 自体も持ってきてないですし、今日もねもうフラフラで、渋滞の中必死で走ってきて、まあ、フラフラの状態でもうろれつも回ってないような状況なんですけど、まあ次の動画はそのスポット速攻で、マニュアル撮影、まあ、AE でも、まあ、スポット速攻撮れるか撮れるんですけど A6 といえば撮れるんですけど、そんな感じの動画にしていきます。今日のカメラの話はねちょっとその日本のメーカーにもっと頑張れという、動画の内容になりました。特にキャノンさんね、まあ、ニコンさんもそうですけどキャノンさんフルサイズミラーレスに参入してきましたけどね、まあ、全然本気に見えません。どう本気に見えないかって言ったらね安いレンズを出してきてないんです。まあ、ニコンもそうです。廉価版のレンズを出してこない。2870の F2 とか出す前に2870の F2.8 同士の安いレンズ出せよって思うんですね。そんな高い40万も45万もするレンズね誰も買わないですよ。安いレンズ出せと。7、8万でね2870のね F2.8 同士のねレンズを出したらねソニーを撃墜できるんじゃないですか。僕ソニーが嫌いなんでこんなこと言ってますけど、ソニーのねカメラね最近ちょっと見直してます。最近ちょっと見直してますけど、アルファデックス6をね使ってね露出制御がねちょっとああいい加減だなと思ってて調べたらやっぱりね結構の人が言ってます。露出制御はやっぱキャノンニコンにはかなわないと。だから後から加工する人にとってはソニーのカメラはすごくいいのかもしれないですけど、露出の癖をつかむのに時間がかかるという意味ではソニーキャノンの方が使いやすいカメラなのかなとかも思ったりします。まあまあこの辺はねちょっと恨み節また書かれそうなんでこの辺にしておきますけど、まあ今日の動画はそんな感じです。もしね今日の動画にいいねと思った方はいいねボタンを押してください。で次回は技術的な話、ちょっと自信がないですけどちょっと自信がないですけど、まあ、技術的な話参ります。スポット速攻の後はねハイスピードシンクロの話とか、バウンスの話もやっていきますんで、よかったらねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね令和の時代を迎えまして、この令和の時代がねいい時代になったらいいですね。特にね私祖父をね第二次世界大戦で亡くしてます。で第二次世界大戦で祖父を亡くして、父はね中学校にさまともに行ってないです。すごい貧乏してます。でその貧乏の連鎖というのは僕の幼少期まで続いてまして、ね、家具を差し押さえられたりとかねそういう記憶があるんですよ。でやっぱ戦争はね絶対ダメです。で令和の時代もね戦争がない時代にしてもらいたいですね。今ねなんか周辺時代法とかね成立してなんか日本が戦争しやすい国になってるような気もしますけど、絶対戦争だけは避けてほしいと
思ってます。そんな感じで令和の時代が平和に、過ごせますように祈りながら、今日の動画を終わりたいと思います。それではまたカメラ系のね動画どんどん上げていきますのでチャンネル登録よろしくです。それではまたよろしく。